どうも、ヤクモコマチです。戦国姫5真田家ルート、今回も始めていきましょう。前回ですね、時間が微妙な感じになったんで、途中で作戦命令をする前に止めたんでしたね。では、今回そこから始めていきましょう。ちょっと待ってね、ここを確か2つに分ける予定なんだよね。どっちがどっち攻めてもいいんだけど、よいしょ。2人で攻めればあの人数なら多分いけるでしょう。で、の、なんだっけ、大戦場か。これはいけるでしょう。で、下なんだけど、どうしよっかな。順番に落とした方が楽なんだが、実際問題。いやでも敵の本数がそんなでもないか。こここんな感じで、全箇所で一気に攻めるわけなんですが、これで下野だったかな、あっちはもううちの領地になりますね、完全に。まあちょっと城レベル高かったんで微妙なとこなんですが、大田原城、まあ包囲していきましょう。見事、一回勝利しました。いただきです。の金沢城はまあ包囲した方がお金的に安いんでね、包囲していきましょう。ガンガン、さあ、確かここも欲しい人はいないんじゃなかったかな。あ、この人あれだね、この人かな、この人も昔ユニーク武将だった人ですね。違うかな、ここじゃなくて向こうかな、本願寺の方にね、同じような名前の人で、その下下馬っていうものかな。で、プレイアブルじゃないな、ユニーク武将をしてるキャラがいたんですよね。一気に落とした、はい、一撃無事落ちたら、鳥山城の方は村上さんですが、いけますかね。あー、このコンボは無理かな。あー、微妙なライン、いけるかもしれない。 OK、 どうです、さすがは私ですわね。優秀優秀。確かいなかった気がするんだよね。もう30後半ぐらいじゃないと、もうあんまりモブの武将いらない気がするんだよね。一気に攻めます。見事、はい、勝利しました。さあ、回しすぎた。あ、そうだ、6になったね。全体回復、士気が全体プラス10、じゃあ30か。あれだ、放送用のメガネに変えてね。放送用というか、普段生活するのに全く問題ないメガネを普段かけてるんですけど、もうちょい度が合ってるメガネがあるんで、そっちをかけないと字が小さくて見えないんですよね。推しなのか、それとも普通に字が小さくて見にくいだけなのか、俺が見てる画面がこの辺ちょっと分かんないんですけどね。
さあ、では早速徴兵活動をしていきましょうかと。今はこいつに渡してるのか。でこっちは斎藤に渡してるんだよね。あ、そっか、半兵衛さんも来たのか。半兵衛さんも使っていきたい気はするけどな。地物の方でも徴兵ちょっと始めようか。鉄砲を、斎藤の2人に渡してた気がするな。あ、そうだね、やっぱり吉達に渡しておこう。もうこれで大体はいけるでしょう、出撃は。2000あれば、まあある程度の相手なら戦えるとは思うんだけど、今現状でも。ありがとうございます。で終了で、獲物ってどれぐらいある？だから46か。楽一楽座をまず、わかりました。朝雪でやって、私は武だけではないことが分かったであろう。で、確かここもうちょっとだけできるんだよね。私成功しましたわ。で、ここも私成功しましたわ。お願いしてって、で武将に会うで吉達。さあ武将に会いに行きましたよ。そうそう、吉達とは夜にお話ししてるんだよね。吉達側は下っつのままもう結構、お父さんみたい、あれお父さんみたいだ、そんな感じだっけ、この子手が大きくて、うん、全然父上に似てたらお父さんみたいだなんて思わない、そんな風に思えない、絶対父上うん、そうだよね、この子あんまりお父さんとは良くない、仲良くはなかったんだよね。まあ都市的にはお兄さんの方がいいんだろうな。もしもそんなことになったら私に慰めてあげる、今日のお礼に心を込めてなでなでしてあげる。おお、それはどういう意味でいいんだ、そうだよ。よかった。
なぜがいいのかお前、それともその押し付けられたものがいいのかお前。安倍さん、ちょっとね前の撮影からちょっと日にちが空いちゃってるんであれなんだけど、確か半兵衛さんは前回あれだったね、トーマがあのおとりになるっていう捕まりに行く役みたいな。はい、天に登ってしまった、後だよね。ほら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 、半兵衛さんが天に登っちゃうとかあのシャレになんないから。ケフ言うからな、この子。ソーマさんは半兵衛さんをこき使う気満々のようですね。分かってますよ、ちょっとした冗談です。私も武将の端くれです。畳の上で病子に死ぬよりも戦場で敵の矢を受けて死ぬ方が本能ですし。まあまあまあ、そんなに日向ぼっこ好きか。何者にも変えがたい娯楽です。長生きしてもっともっと満喫せねば。そうでしょう、チャリになんないな、この子。お、ちょっと寝ちゃってましたか。まあ寝る分にはいいんだろうけど、今の本当にあの寝る感じだった。今のはーいっつってたの、あの天使かなんかじゃねえの、大丈夫。終了で武将の移動ちょっとしよっかな。こいつらは3000ぐらいあれは上等だな。この辺2人をちょっと隣に移そうか。てか石高の関係でもうここあんまり徴兵効率よろしくないな。信行戻してくるか。ああそうするか、信行一回戻すか。信行は悪いけどお前ちょっと戻ってこい。こいつはあれだ、治水のあれがかなり高いから、次からちょっと開拓の方をやってもらおう。でトーマの方が、もう一人こっちにも武将欲しいか。信行の方もう一人武将欲しかったな、あれ。くじったな。くじったわけでもないか。あたさんをそのまま、村上さんにつけといて、ここになんか暇してる子たちがいたな、二人で。これを戦闘に向けようか。太田はそのままでいいや。まあもうちょっと置いとこうか。もしかしたら楽一楽座の関係で必要かもしれん。よし、
このまま戦闘開始ですね。このターンに美濃と加賀と統一しましょうか。まあできればの話なんですが、こればっかりはね。一番希望がない人と組んで、一番でかい城の方行こうか。二人は下の城行ってて、さあこれで2、4、6、8、9、10、このターンで11国かなを攻撃できますね。何もなければ。相変わらず弱しいな、あのそこの大名は。あそこで勝つのって結構難しいと思うんだよな。あ、宇治家がいる。一気に落とすぞ。いけー、こい。一気に蹴散らす。精神性意味がない。そもそも切腹はないこのゲームに今。だって宇治家は欲しいかな。あ、まあやっぱそこそこ強いな。宇治家はいただいとこうか。代わりに別の人切ってもいいぐらいだな。攻め込む。エルク3000万じゃここ。攻め込む、はい、これも僕の美しさゆえです。あ、殲滅だろうね。なんか名前がおかしかった。で、あ、この人だね。この人も昔ユニーク武将だった人だね。落としてみせますわ。バンの頃にしかいないはずだけど。フンにはもういないんじゃなかったっけな。今すぐ落としてみせますわ。皆の者、よくやった。存分に休むのじゃ。このユニーク武将もそんなにステータス高くなかったから結局きついんだよね、ここから始めるの。高くなかったよね。そう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 、こんなんこんなん。あ、落としますよ。攻め込みますよ。はい、落としました。勝利しました。匠の名刀、レベルは何あれだね。あ、いいな、銀山とか。上杉が南陸奥というとあれか、武田、うん、伊達の方に住んでるのか。軍勢を進めているということだ。小上のとこか、まずは。別に。そのようだな。南陸奥の豪族たちに求められて腰を上げたというところらしい。謙信殿の人徳よな。自ら国境を犯さずとも向こうから招いてくれるのだから羨ましい。確かに。まったくだ。その時は頼りにしているぞ、相馬。でも、親父さん、次どこ行くの？早く南陸奥終わったの？それでどうなさるおつもりなんですか、謙信様。どうするつもりとは？まあどうせ真田のことでしょ。将軍義輝様との約束の話です。
南陸奥への侵攻を将軍に伝えた時、それは構わないが、それが済んだらまた真田を攻めるように言われていたじゃないですか。ああ、その件か。いや、ついうっかり忘れていた。忘れられては困ります。約束の相手は将軍様なんですよ。まあ、忘れることはないんだろうけどな。あんまり戦いたくない感じ、謙信さんは。わかった。これ以上ヨステル様をじらしては覚えも悪かろう。お、来るか。すぐに兵を集めよう。川中島に打って出るぞ。また来ますか。またあれじゃないの、イベント性ある感じこれ。驚いたな。まさかこれほど早く体が動くとは思っていなかった。敵褒めてる。ああ、褒めた。敵を手強いと認めたら、その力は称えるべきものだ。そうしてこう続けるんだ、カディツ。だから油断してはならないぞ。こいつ、そうだよね、上杉景勝でいいんだよね。さて、イベント戦かな。言ったのは相馬じゃなかったか。わしはその時はそれに備えよと言っただけだろう。いや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 、もう相変わらずだな、おやじさんは。相馬、お父さん。雪村じゃないですか、どうしたの。上杉が仕掛けてきた。もうお兄ちゃんが相手をしてるけど、もう少し兵を回してほしいって。それは伝令は雪村なの。相馬に任せた。少しばかり兵を率いて信行を助けに行ってくれ。うん、刑事ども、あまり張り切りすぎないように。あら、水原さんはあくまで石像を調べることが目的ですよ。お、分かってるけど、ケンケンはこうも言ったわ。もし敵が弱卒ならば、その時はせめて砦の一つも奪ってしまえ。その通りですが、気がついたら目的が変わっていたなどということのないようお願いします。やって承知。ちょっと暴れてくるわ。だってまた刑事さん来ますか。うん、カーツのフリーはいかんともしがたいようじゃな。このままでは敵に対立を崩されてしまうのじゃ。泣き言は言わずにもう少しだけ頑張ってくれ。すぐに雪村が援軍を連れてきてくれる。わかったのじゃ。では私は敵先陣の相手をしているタイの応援に行ってくるのじゃ。頼む。もう吉木雄の方は完全にいた方が強いだろう。ちげえ、増票とも。そなたらなど束になってもこの村上吉木雄にかなわぬ。名のある大将でも連れて出直すのじゃ。ここで刑事が来るか。ずいぶん元気な子がいるじゃない。
こう見ると屋敷を結局ちっちゃいんだね。スタイルはいいけど。大丈夫？なんか正幸の方ずいぶん手薄じゃない？ああ、大丈夫そうなんだ。困ったもんじゃな、そうま。こたびは上杉の動きに素早く応じることができたから、領地は守ることができた。しかし、このまま越後に攻め込むつもりはわしにはないんじゃが。して誰に頼む？おう、あ、よし、今なるのか。なるほどな。ではわしから吉本殿に頼んでみるとしよう。おう、というようなわけでな。正幸殿も上杉軍といつまでも睨み合っているわけにもいかぬから、わしに仲裁を頼みたいというわけじゃ。お、ああ、そうか、信長もいるもんね、今。どうだろう、吉本殿。いっそ、真田が上杉と睨み合っているうちに、兵を挙げてその背中を襲ってみるというのは。信長殿、今川は真田と盟約を結んでいるのをご承知のはず。それを保護にせよというのですか？盟約を結んでもいいと思うほど強い相手だから不戦を誓ったのだろう。そのような者が背中を向けているなら、襲いかかって打ち果たすのも一つの手ではないか。そうですね。卑怯とのそしりを受けるかもしれませんが、真田とてこれまで全て精霊にことを進めてきたわけではありません、うん、裏切った者が裏切られるのは必定。真田は裏切られたとしても文句を言えるような立派な家とは私には思えません。確かに信玄殿にはそのようなことを言う資格があるかもしれません。ですが今話しているのは今川のこと。武田が今川を離れて真田の背を押そうというなら止めませんから、そのようになさっては。もしかしたら信長様が協力してくれるかもしれませんよ。おお、
悪かった、少し血気に流行ったようだ。いや、真田の背があまりに美味しそうだったもので、出過ぎたことを言ってしまった。武田が今川を離れて真田を襲えば、今川は真田との盟約を果たさんと武田を襲うことになるはず。武田は今川を敵にするつもりはありません。先ほどの言は撤回します。それに今川が真田勢を襲えば、次は北条が今川の勢を襲うことになると思います。そうだね。今北条が真田を襲わないのは、その危険を考えてのことではないでしょうか。言い換えれば、三国間の盟約は今もしっかり機能しているということです。ならば今川が取るべき道を迷う必要はないと思います。盟約の相手が困って救いを求めているのです。ここは素直に助けて差し上げてはいかがですか、吉本様。うん、おう。そうじゃな、北条ではなくわしに助けを求めてくれたというのも嬉しい話じゃし、こたびは骨を折ってやるとするか。のう、節制。はい、おそらくは睨み合いになって上杉も困っているのではないかと思います。仲裁に入れば真田はもとより上杉にも恩を売ることが叶うでしょうし、それが良いかと。おう、ん、早速義輝様にはわしから書状を出し、仲裁の許しを得よう。義輝様が許してくれれば、謙信も川中島の兵を引き上げるじゃろう。やれやれ、義元にこのように頼まれてはわらわが意固地になるわけにもいかぬではないか。義輝だ、久しぶりに見た。さすれば将軍の器量は小さいと皆に思われることになる。よかろう、こたびは義元の顔を立てよう。別に真田が将軍家に牙を剥いたというわけではないし。確かにね、十分牽制にはなったじゃろう。結局終了か。次どこ行くのじゃ。越前の朝倉か、それとも佐竹かな。これあれだね、一旦攻める場所がないって感じだな。いいね、徴兵効率美味しいよ。あそこで全く徴兵してないから結構いい感じに徴兵できるな。一回徴兵止めた方がいいかもしれないな、他の地域の。これはで、こう買って勲章をさっき一人あり、もう少し色をつけてくださらないかしら。藤家を入れたから俺の分で、ちなみに統率的にはなんかいらない人いる。兵を持ってないのだと一番いらなくなってくるのはこの辺か。でもこいつ成長が高いからあんませたくないんだよな。あと次こっちか。そうだな、まあ今すぐ切らなければいけないほど切迫してはねえからいっか。別に統率、匠の名刀かなんか手に入ったよね、確か。さっきこれこれ、でも統率89もありゃ十分だな。なんか弱めのつけてるやつに変えてやりたい気はするんだが、統率基本プラス15ぐらいのつけてる。あ、いたわ。いや、いたけどもだなこれ。いたわじゃねえよ、俺いたけどもだよこれは。もう、あ、親父さんはこっちでいいな。名馬つけよう。
長野も匠の名刀つけとくな。星名につけてあげようか。星名これでいいや。あとなんか馬、騎馬兵。騎馬。うち騎馬少ねえな。兵士で分けよう。騎馬で、もしだな。統率プラス4。あとは特に余ってるのは、まあ、地棒ぐらいか。槍は余ってない。あ、じゃあ弓か。弓は余ってるのか。弓余ってるならどうしよっかな。弓か。ただ兵数そんなに増えてないんだよな。てか基本、ある程度のキャラはみんな持ってるというか、統率高いんだよな。まあ、いっか。あ、半兵衛さんがいた。半兵衛さんに渡してあげたかったかな。いっか。まあ、この人は、希望とか政治で頑張ってくれれば。槍か。槍が余ってる。一個。槍。こっちだな。よし。これでいいかな。終了。一旦このターンは、暇だから、まあ長編に戻るやつは戻す、あと楽一楽座をしないといけないで、今気づいたわ、結構時間が経っちゃってる。期待を成功じゃの。時間が経っちゃってますね。成功しましたわ。武将に会う直前に今回は終わりにするか。とりあえずこれだけちゃちゃっと。ん、わしは武だけではないことが分かったであろう。あれまだ、あ、そうか、あれだ、相馬のとこだ。美濃がなかなかいいんじゃないか。一瞬で信之に治水を任せる。うん。大成功だな。よし、では、なんか中途半端に最近終わってる気がするんだけども、どうしてもねストーリーモードだとこういう感じになっちゃうな。まあ、時間が来ちゃったんで、てかいい時間になっちゃってるんで、もう、うん、さっきあのスタート時に気づけばよかったな、徴兵する時に。では、今回はここまでとさせていただきましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらですね、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。